はい、どうもこんばんは。皆さんは、昨日の、24時間テレビを、ご覧になられましたか？あ、僕ですか？僕見れなかったんですよ。まあ見れなかったんですけど、まあありがたいことに、こちらをご覧ください。まあ試しに、まあ YouTube で、まあ検索かけたんですよ。24時間テレビ、2023年、クソジジイ、よっちゃん、よしきちゃまと、まあ検索をかけたところ、出てきたんですよね。どうもありがとうございます。まあちなみに違法アップロードですけど。まあご覧になられた方もいらっしゃると思うんですけど、まあよっちゃんのダーツの旅と、母校に訪れての、まあ生徒の皆さんと、セッションですね。まあ切り抜き動画で上がってるんで、まあ気になる方は、まだ消されてないと思うんで、まあ調べて、見てください。で、面白いコメントもあったんですよ。こちらをご覧ください。サービス精神が、すごすぎ、優しさの塊、神が降臨したっていうことなんですけど、まあご覧になられた方いらっしゃいますよね。っていうか待ってください。熱くないですか？ね、昨日のクソ寿司さ、こんなんだったじゃないですか。まあ最低でも2枚着てたわけじゃないですか。なんで半袖とかさ、ね、着ないの？焼きたくないのかな？本当に。で、何でしたっけ？あ、サービス精神が多すぎっていうことなんですけど、ね、昨日ご覧になられた方いらっしゃいますよね。高山駅で、まあ一般の方だと思うんですけど、写真撮影も行ってたんですよ。まあ撮影っていうほどではないんですけど、まあクソジジイに気づいて、こんにちはみたいな、写真撮るみたいな、そういうのもあったんですよ。で、まあ言いたいのは、普段はというか、通常は撮れないですよ。だってさ、クソジジイと写真撮りたい人って、8万8000円もしくは11万円を支払って、ディナーショーに行ってください。じゃないと、写真撮れないです。あ、付け加えますと、8万8000円と11万円を支払っても、撮れる可能性、まあ、絶対撮れるかって言われたら、ね、撮れない可能性もありますよ。そうですよね。まあ、クソジジイがね、テーブルに回ってこない限りは、撮ることできないですよね。サービス精神ではなく、テレビで報道してるからですよ。メディアで。ね。地上波で報道してるんで、まあ仕方ねえな、みたいな感じだと思いますよ。で、次は、まあクソジジイの、昨日のツイートですね。このような、内容になっております。まあ24時間テレビからですよ。質問もあるけど、今までに、24時間テレビ、何度も出演させて、いただいているけど、すべて、ノーギャラですと。皆さん信じます？仮にね、これが、まあ、真実だとしても、じゃあさ、他にも出演してたアーティストというかさ、タレントいるじゃん。全員そうなの？違う人いるよね。どうすんの？ギャラもらってる人いたら。ねえ、ある意味、ディスってるんじゃないの？俺はノーギャラだけど、お前たちは違うだろってね。敵増やすよね、こいつら。あれ、見ました？くれないやろうか、みたいな。で、くれないね、クソジジイがピアノ弾いてたんですけど、で、ワイプで抜かれるじゃないですか。ね、なんていうの？現場の人の、ね、抜かれてたと思うんですけど、険しい顔してたやついません？いますよね。ちょっと名前覚えてないんですけど、ジャニーズの誰かと、あと何人か、んみたいなね。で、次なんですけど、まあこれも面白いコメントですね。こちらをご覧ください。まあ24時間、これも24時間テレビです。ヨシキさんに質問したいです。私は、ゲットワイルドというシティハンターの、曲が大好きです。TM ネットワークですよね。なのに、24時間テレビの、夜も引っ張れて、歌詞が間違われたままですよね。ままのものが、放送されて、この人たち本当に、歌を愛せているのか、疑わしくなりました。本当に残念な気持ちで、泣きそうです。どう思いますか？クソジジイに聞いてんの？TM ネットワークの曲を。どう思いますかってね、まあ返信は 100% ないんだけど、ね、そんなこともあるんじゃない？ねえ。で、最後は、こちらです。ね。
ね、これ何人いる、いらっしゃるか分からないです。まあ、クソジジイが最後に記念撮影してたんですよ。で、この中のね、2、3名ですよね。キャーみたいなね、泣いてる方いらっしゃったじゃないですか。吹奏楽の部長でしたっけ、なんかドラムを担当されてるね、な女性の方だったと思うんですけど、10年先って覚えてるんですかね。ちゃんとこの写真さ、保存されてるんですかね。で、これね、拡大すると面白いんですよ。こちらをご覧ください。まさかですよ、ボビー・オロゴンが、まあ、SP じゃないですか。SP が、もうダリーナと、もうスマホいじってるんですよね。ですよね。こいつだけ、もうなんかダリーよ、みたいな。他みんなやってるじゃないですか。他みんなやってるんですけど、ね、ボビーさんだけね、もう携帯いじってね。で、戻ります。もう思うんですけど、まあ、後ろの担任じゃないですか。多分これやってんの。ねえ、あと生徒でさ、ね、数名ぐらいですよ。あと知らないですよね。これやってますけど。まあ無理やりやと思いますよ。これみんな、皆さんやりなさいみたいな。まあ先生にね、まあ言われたと思うんですけど、クソジジイが、その吹奏楽部の教室に、まあノックせず入るんですよ。ガサーって入って、みんな、シーンとしましたよね。まあ中には、みたいな、嘘みたいな方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ大体はシーンですよ。ですよね。これが現実です。で、次なんですけど、今日ですね。今日は、こうなっております。19時頃から、ウクライナ大好きですよね。ウクライナ防空壕で歌った、少女、ヨシキと、届ける平和への願いっていうことで、エンドレスレインでしたよね。ですよね。フォーエバーラブじゃなかったと思います。まあ、エンドレスラインの、エンドレスラインじゃなくて、エンドレスレインの、コラボでしたっけ？まあ、クソジジイがピアノ弾いて、この少女が歌うっていう、まあ、そのような、形だったと思います。で、その後、21時から、ヨシキチャンネルですね。まあ、独占インタビューになってるんですけど、あ、こちらです。ヨシキチャンネルです。どうせさ、有料でしょ？無料にしてくれねえか、ほんと。見ることできないんですよね。で、まあ、クソジジイの信者もさ、まあ、ルール守ってるじゃないですか。有料なんで、ね、ツイッターなどにさ、あげる人いないんですよ。まあ、中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、なかなかいないんですよね。ね、無料にしてくださいっていうことです。はい、ということで、これで、24時間テレビの、話題は、終わろうと思います。でなんですけど、ね、僕収益止まってるじゃないですか。にもかかわらず、再生数1000は取れてるわけじゃないですか。で、ツイッターの閲覧数もなぜか増えてるんですよね。なんでですか？クソ信者見てるんですかね。まあ、クソ信者見てると僕思ってるんですよ。なので、せっかくですよ。僕作りました。以前にも紹介してるんですけど、XJAPAN の、シングルの、売上枚数、こちらをご覧ください。今回は、まあ、今までね、売上がいい1位からね、5位だったり10位まで、まあ、紹介してたんですけど、今回は、年代別です。まあ、リリース順です。まず、89年、皆さん大好きだと思います。くれない、312,580枚売り上げております。どう思います？この時代で31万ですか？少ないか多いかって言われたら知らないんですけどね。ね、もともとレコードからですよね。僕その辺詳しくはわかんないんですけど。で、次が、エンドレスレインです。364,450枚。で、僕の大好きな、スタンディングセックスは、261,340枚ってね。何なんだろうな。皆さんどうかわかんないんですけど、僕の好きな曲って、売上枚数低いんですよ。ウィークエンドも僕好みじゃないんですよね。もう何がいいか全然わかんない。で、次です。91年に、セイエニシング、53万7790枚。で、93年に、これが1位ですよ。XJAPAN で最も売れた、シングル、Tears です。83万6940枚です。これ意外じゃないですか？
フォーエバーラブじゃないのって、え、ラッシーレイルじゃないのって、エンドレスレインじゃないのって思ってた方いらっしゃいますよね。いや、知ってるよっていう方は、ね、90年代から知ってる方ですよ。ツイッターでさ、よく、何でしたっけ？テレビ、あれ、金スマから、よっちゃんのファンになりましたっていう方を何人か見かけるんですよ。まあ、ね、それぐらいの方って、ね、エンドレスレインや、この辺じゃないんですか？フォーエバーラブじゃないんですか？間違いなく1位じゃないのって思ってるかもしれないですけど、ティアーズなんですよね、1位は。あ、僕嫌いですよ。で、次は、ラスティーネイルです。751,920枚です。まあ、ちなみになんですけど、1位がティアーズで、2位が、ラスティーネイル。で、3位何でしたっけ ?3 位何か出てこないですね。3位、セイエニシングとかですか？あ、フォーエバーラブ。3位がフォーエバーラブで、で、4位でセイエニシングになります。で、ロンギング、これね、2枚ね、汚いね、リリースの仕方ですね。途切れたメロディーとね、絶望の夜ってね。まあ、それはね、売り上げ枚数落ちるわっていうことなんですけど、まあ、僕の好きなダイヤは、412,810枚っていう結果になっております。で、これが最後です。まあ、最後ですっていうのは、ね、ジェードとかさ、ボーントゥビーフリーでしたっけ？まあ、その辺ないんですよ、ヒーローとか。このラストソングでしたっけ？まあ、これが最後になります。まあ、それ以外のシングルは、まあ、売り上げ枚数が出てないんですよ。まあ、出てないんで、ラストソング、これは91,880枚です。フォーエバーラブが、576,380枚。スカーズが、ワースト2じゃないですか？155,790枚です。ですね。まあ、このような、まあ、リリース順と、まあ、売り上げ枚数になります。たまにはためになりません？これ知らなかったっていう方いらっしゃるんですよね。でも素直にコメントしないんですよね。教えてくれてありがとうございますみたいな。でも不思議ですよね。登録者数が増えてるんですよ。なんでかわかんないんですけど。はい、ということで、次は、関係ないっちゃ関係ないんですけど、ラストロックスターズのチケットの当落あったじゃないですか。まあ、発表が、3日前ですか？ 3 日か4日前にあったんですけど、面白いコメントが、ツイッターの方に、ありました。こちらをご覧ください。前回、ラストロックスターズのチケット、全部当たったら80万円分申し込んで、全然15万円分しか当たらなかったので、今回ももちろん80万円分申し込んだら、まあまあ当選してしまった。やべえ、日頃の、得がやべえ。で、ラストロックスターズのチケット代40万円決済されましたっていうことなんですけど、なんか自慢してるんですかね。俺は80万円、俺は40万円。あのね、俺さ、パチンコ屋さんで働いてたからわかるんだけど、なんかこういうのを見ると、まあ別にいいんですよ。まあ本当かどうか知らないんですけど、俺さ、今月パチンコで30万負けたよとか、40万負けたよみたいなね。なんか、バカ丸出しに見えません？ね、80万申し込んでどうすんの？ね、間違いなく重複してんじゃん。で、転売するんでしょ。だってツイッターでさ、ね、トレンドで上がってんだけど、ね、都合ができましたとかさ、行けなくなりましたとかさ、重複しました、ね、お譲りしますみたいな。まあそんなやつしかいねえじゃん。逆にラストロックスターズの、チケットを譲ってくださいっていうツイートを、俺は見てないよ。誰もいないでしょ。ね、同じやつがさ、何枚も買ってんだよね。で、まあ転売して、まあ数万円ね、上乗せして、誰か買ってくださいみたいな、そういうことやってんだよ、クソ信者は。はい、お疲れ様でしたっていうことで、今日これだけじゃないんですよ。久しぶりに、バンド紹介をしようと思います。何日か前に、マティーナから、クソバンドを紹介してくださいっていうことで、こちらになります。クソバンドじゃないですか。これなんていうバンドかわかります？レマージュではないんですよね。リマージっていうバンドなんですよ。リマージっていうバンドを、今回は、紹介していこうと思います。大阪です。マティーナなんで。
で、次は、リマージのメンバーです。初期メンバーは、ドラムいました、メンバー4人です。ボーカル、ギター、ベース、ドラムだったんですけど、あ、活動期間ですか。97年から、99年、約2年間、活動してた、もちろんインディーズですよ。インディーズで、カラオケにも入ってない、まあ、クソバンドっていうことになります。で、まあ、半分で、区切ってあるんですけど、まあ、下は、関係者、脱退したメンバーになります。すごくないですか？こうやって動画撮ってるじゃないですか。なるんですよ。要は、YouTube の、まあ、YouTube のコメントや、Twitter なんですよね。だから、これ以前にも言ったんですけど、私コメント書いてるんだけど、みたいな。俺コメントしてるんだけど、返信ないんだけど、こいつどうなってんの？差別してんじゃねえの？みたいな。思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、忙しいんですわ。言っちゃ悪いですけど、コメント返信だけじゃないんですよ、僕。そう、なのでね、返せない方は、ごめんなさい。別に嫌とか読んでないというか気づかないですよ、本当に。埋もれていくのも多いですもん。なので、まあその辺はごめんなさいということで、まあ次は、作品の紹介です。リマージの作品は以上になります。あ、ごめんなさい。オムニバスがあまりに多かったんで、すべて省きました。5枚以上あるんですよ、オムニバス。で、デモテープ、3枚。で、ミニアルバムは1枚。で、ビデオですね。VHS、ビデオになります。1本、リリースされております。で、YouTube で僕は検索をかけてないんで、まあ、曲があったかどうかはわからないです。わからないですけど、今でもデモテープ、もしくは、ミニアルバム、お持ちの方いらっしゃいますよね。感想の方お願いします。クソバンドですよね。令和になって聞いてた方はいないんじゃないですか？聞いてる方。もちろん今もいないと思いますよ。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。